はい、こんにちは、まめと申します。滅びのゆりかご実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで、前回みくりのメモ帳をちょっと見ていったら、なんか大人たちはなんかチャット昔は10人ぐらいいたんだけど、なんか今はいなくなった。それってどういうことなんですかね。死んで元の世界に戻った的な、この世界で死んで、もう勝手に私はこの世界を夢の世界ともう思い込んでるんですが、どういうことなんでしょうね。そして前回愛するツナちゃんに求婚されてテンションがバリ上がりましたね。ちょっと添い寝はしてくれなかったんですが、将来を約束されました。ツナちゃんという嫁がもらえますね。ホタロウくん、いいなぁ、ほんといろろーとな。ね、じゃあエンジェリカ姉様の話を聞きましょうと。ホタロウの中では、ここはどこにあるとお思いですの？よくわからないって顔してますわね。そうですわね。私たちの住んでいる場所は、世界のどこに存在しているか、という意味ですのよ。一つは海の一番深いところにあって、私たちは実は海底で暮らしてきたという真実。二つは、この施設は大きな飛行船で、私たちは実は空の上で暮らしてきた。この今瞬間も空を飛んでいるという事実。三つは、こんな場所など存在、本当は存在しなかった。私たちの命も作られたもの。すべてが誰かに仕組まれた夢の中。という真実。これ真実っぽいわ。この中のどれにも当てはまらない、当てはまらないというのも考えられますけどね。え、私はなぜこのようなことを考えているのかって？ただの暇つぶしですわ。ここは本当に退屈な場所ですもの。まあ本当に狭い空間だから退屈しちゃうよな。なぜ人は生きるのでしょうね。お太郎は私の仮説に興味がありますの？そうですわね。ありふれた答えならば、生きてきた意味を探すために生きているというのが妥当かしら。この世界は理不尽なゲームのようですわね。生まれてくる事実や、生まれてくる場所、人種、性能は選択できない。ランダムに配られたカードのように、それぞれが違う条件で生まれてくるのです。運が悪ければそのまま死へ、あるいは最弱のパラメーターでラスボスを倒さなくてはならないのかもしれません。さあ、私たちはなぜこのような理不尽なゲームをしているのでしょう。人間たちがもがき苦しむ様を見て楽しんでいるものが外にいるのかもしれない。ちょいちょいエンジェリカさんは語ってきますね。やっぱり外の世界のことを何か知ってますね。エンジェリカちゃんとメギちゃんはもう完全に知ってるんだろうね。可能性はゼロではないでしょ。はい、もっと真実を吐きやがれ。当たり前の日々、流れゆく、健やかで、穏やかな時間と、私とメギと皆さんで作る楽園への美しいプロセス、心地よい響きですわ。なんて素敵なのでしょう。ここは退屈な場所で、普段からいろいろとありえない妄想をしてしまいますけれど、少し興味がありますの、メギの作る楽園に。一体どんな結末を迎えるのでしょう、このメギの箱舟は。私はせめて最後まで見届けた上で本でも書いてみたい気持ちなのですわ。この世界はメギちゃんが生きてますからね、悪さはしないのかな、エンジェリカちゃん。人生は選択の連続である。こんな言葉を聞いたことはあるかしら。聞いたことない。どういう意味？お太郎少年はまだ初太なのでね、何も知らないのでね、聞いてみましょう。私たちは人生において選択するということを繰り返し行っているのですわ。
例えば朝ごはんを食べるか食べないか。朝ごはんを食べれば、お太郎は元気いっぱいに一日遊ぶことができますわよね。でも食べなければ、元気が出ずに倒れてしまうかもしれない。洗濯において、時には命を左右することもあり得るのです。これは A ルート、B ルートに分かれるよっていうのを教えてくれてるのかな？それを、私たちは自らの意思で選び取っている。一度選択をしてしまえば後戻りすることはできないのですわ。だから人生は面白い。人生は選択の連続である。後戻りができないからこそ奥が深いのです。たとえ究極の選択に苦悩することになろうとも。あら、お太郎眠そうですわね。少し話が難しすぎたかしら。はい、我々今生きているということはしどろもどろ選択の連続でありますからね。はい、まあいわば、まあ、ゲームのようなものですよね。はい、っていうことで、みくりちゃんの話って聞いたっけ？聞いてないよね。聞いてないよね多分。ちょっともう記憶力3秒だから、まあ見ていきましょう。なあ、ホタロウは何の疑問も持たないのか？ここはどこで、俺たちは何者で、何が目的で、何のために生きている。何が君の幸せ？何も分かっちゃいないだろ。何も知らされていないだろ。そのまま終わるのかもしれないな。そういう風に育てられたのなら。だが俺は知りたい。俺は真実を隠蔽されたまま死ぬことだけは認められない。俺は必ず真実にたどり着いてみせる。私はそのミクリさんについていくだけですわ。お太郎、お前はこの場所が好きか？この場所がでも好きかって言われても、この場所しか知らないからどうなんでしょうね。この生活が、退屈な日常が、空も海も見えないこの白い空間がって言われても、空も海も見たことがないでしょうからね。好きならそのままでいればいい。何も変えるな、何も望むな、何も見るな。真実を見ようと知ろうとはしないことだ。まあ真実、もしかしてさ、大人が10人ほどいたけどさ、真実を知ろうとしてさ、殺されていったのかな。どうなんでしょうね。お前はメギの思い通りのいい子、思い通りのいい子のお前でいればいい。自分の人生は自分で選ぶものだ。お前がその道を行くなら、俺には止める権利もないだろう。まだ起きているのか？子供は寝る時間だぞ、ホタロ。しかし今夜は少し寒いな。風邪でもひいたかな？気にするな。俺の独り言だ。不思議なものでな、おかしなことが起こる前は寒気がしたりするものだ。嫌な予感がしないか、気のせいだといいが、確実に嫌なことが多分起きますね。眠れないのか？珍しい。噛んだ。珍しいな、お前が俺のところに来るなんて。眠れないんだ。そうかな、みくりお姉ちゃん大好きなんだけどな。さっきは本を探してくれてありがとう。助かったよ。お前は東京知っているか？名前だけなら聞いたことあるだろう。もっともメギはその名前を出すことを嫌っているが、そう、何もかもが手に入る夢のような町だ。食料も物資も住む場所も仕事も全てが揃った町。本当にそんな町が存在していると思うか？まあ、ホタロウちゃまは本当にここ以外知らないから僕にはわからないよって感じかな。目も歯もないような都市伝説だが、あると考えた方がいいのかもしれないな。お前はここでの暮らしに何も疑問を持たないのか？何を言っているの？どういうこと？わからないのか？この閉鎖された空間で
俺たちは一生を終えようとしている。ここから出ようという考えにはならないのか。この何もない場所で餌を与えられ、一見平和に見えるこの空間から、空間は明らかに異常なんだ。幸せならいいと思う。平和に暮らせるなら、それって平和ね。本当にそれはお前の心か。与えられ教えられたものだけが真実とは限らない。メギの入れ知恵だけで生きてきたお前には何も知ることはできないだろう。自分のことも自分で決められないんだ、お前は。オタロ、お前は一生カゴの中にいればいい。めっちゃなんかなんかバカにされてんだけど。何が正しくて何が間違っているかもわからないままメギの操り人形でいればいい。言い過ぎたか。でもいい薬だろ。少し考えてみるといい。仲間を増やしたい感じなのか、みくりさん。ということでメギママの部屋にもやもやが出てますね。ママが生きている。でもママの箱にはどんな計画なんでしょう。ねえ蛍、悲しいことや辛いことがあったらママに話してね。必ず一緒に解決するから。嬉しいことや楽しいことがあったらママにも教えてね。その嬉しい気持ちは2倍になるから。人に話すとね。はーい。ホタロウが幸せでいてくれたらママとっても嬉しいの。大丈夫、ママはいつでもホタロウの味方よ。かわゆす、かわゆす。でもアンドロイドなんだよな。私はね、みんなとこれからも、これからもっとずっと楽しく生きていけたらって思うんだ。平和が一番よ。争いなんていけないわ。こう見ると外の世界は戦争でもしてるのかなとかちょっと思っちゃうよね。みんなが仲良しで笑顔があふれる毎日、それ以上の幸せは望まない。私がみんなを守るから。大丈夫、何も心配いらないの。いけない。こんなことホタロウに話すなんて私どうかしてる。気にしないで、ホタロウは何も考えなくていいのよ。気になります。あ、写真に丸が出てる。これ誰なんですか。ママ本当に気になってた。知らない女の人と赤ちゃんの写真。女の人はとても幸せそうな笑顔だ。現実世界の実はママとホタロウキュンだったりするのかな。気になるの、その写真。誰が写っていると思う。なんてね、わかるわけないわよね。そうだな、ホタロウがもう少し大きくなってママよりも背が高くなった時に、きっとその時に教えてあげる。ホタロウはびっくりするかもね。だけど、私は平気。きっと大丈夫。ママはホタロウのことが大好きだもん。わー、気になる。早く知りたいよ、ママママ。はい。音楽キュート。おたろ、眠れないの。私も同じ。少し考え事をしてたんだ。ママも眠れないの。悩み事。ママも眠れないの。ちょっとね。ねえ、ホタロウには命に変えても守りたいものってあるかしら。ツナちゃんです。婚約したので。たとえ誰が敵になろうとも、たとえ何を失ったとしても、大切なものを守るために何を犠牲にしたって構わない。この考えは間違っているかしら。大切なものを守るためなら私は命だって捨てる覚悟よ。バッドエンドで助けていただきました、メギママには。命を張って。ん？あ、待って、このさ、赤い選択肢はさ、多分エンドに、エンド分岐に通じてるんですよね。
バッドエンドをまず私は見ていきたい。バッドエンドになるとしたらどっち？それでいいと思う。それは間違っている。それでいいと思うで、バッドエンド、それでいいと思うで、バッドエンドになると信じて、はい、メギママは多分これでお亡くなりになるんじゃないかなと。はい、でも本当は自分の命は大切にしてほしいです。はい。うん、そうよ、ホタロ。何を犠牲にしたって守りたいもの、かけがえのない大切なもの、私は守ってみせる。必ず守り抜いてみせる。あ、これなんかもしかしていいエンドに来そう。毎回私いいエンドを初めに引いちゃう感じかしら、テヘペロリンコ。はい、ちょっと次の日に行ってみて、なんかいいエンドに行きそうだったら、いいエンドに行きそうだったらお得意のセーブ&ロードを繰り返そうかな。はい、まあ、とりあえずセーブしましてと、まあ寝ていきましょうか。まあいっか、このまま見ていきましょうか。はい、ということでおやすみ。はい、今日はどんな絵本を見るのかな。そうですね、本を読む、思考を巡らすにしましょうかね。何について考える、ここでの生活のこと、まず見ていきましょう。いつもの日常、退屈な日々。いつも通りこの白い場所で目覚めて、ご飯を食べて遊んで、ママの言ったように、死ぬまで永遠にこの平和が続けば、僕もそう願ってる。僕たちが大きくなっても、おじいちゃんになっても、おばあちゃんになっても、みんなが最後を迎えるその瞬間まで、この場所で笑顔でいられたら。はい、じゃあみくりちゃんのこと。みくりは一体何を考えているんだろう。自分のことも自分で決められないんだ、お前は。おたろう、お前は石をカゴの中にいればいい。何が正しくて何が間違っているかもわからないまま、メギの操り人形でいればいい。平和な日常が続いた方がいいのに、いいに決まっているのに、自分からそれを壊そうとするなんて。僕は間違っているのかな。はい、じゃあ本を読みましょう。あ、でもこれ多分ね、どっちも見たので本はいいかな。はい、ということで、じゃあもう寝ましょうかね。おやすみと。今日も一日楽しかった。明日もきっと平和で楽しい一日だ。さあ、今日はもう眠ろう。おやすみ。明日はもっと楽しくなるよね。はい、滅びのゆりかご、みくりさんでございますね。みくりちゃんが今回は事件を起こしてきそうですね。あ、みくりさん、白い箱の中で君はなぜ踊る。我の意志に逆らい、抗い、何を望み、何を求むのか。川の流れに流されず、あえて逆流しようとするその意志は、与えられたものだけを見つめながら思考停止してゆけばいい。今日なんか読み間違い多すぎ。思考停止してゆけばと。そのまま流れに身を任せていれば、楽に生きられるものを。いずれあなたは知るのだ、その決断が過ちだったことを。そしてまた、その決断が間違いでないことを。あれ、これこのルート、この世界からちょっと脱出していきそうですね。もう可愛いな、メギママ。Aルートと。はい、3日目でございます。今日は？まあとりあえずまずは、みんなに朝の挨拶をしていけばいい。あはは、ツナちゃんが早速嫌がりますが。じゃあ3日目になったところで、今回は終わっときましょうかね。はい。
ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー。